名酒屋は、名酒を売るという看板を上げ、飲み屋を装いながら、密かに支障を抱えて売春した店。現在のピンクサロンに相当する。明治時代から大正時代、東京市を中心に見られた。東京の下町では、名酒屋と発音する。名酒屋と同様の支障の表看板としては、飲食店、商料リア、遊戯場、新聞縦覧所 誤解所などが用いられた。幕末から明治中期に浅草、芝、両国などにおいて、矢場で接客した、矢場女が、売春も行いし傷屈と化した。そのうち名手の看板に、飾り瓶、茶舞台、茶棚、長火鉢程度の低資本で娼婦の一人二人あれば、始められる店が増えていき、矢場を凌駕するようになっていった。 それらの矢場が廃れた1887年頃から、名手の尺売りを看板にして後、六本の瓶を縁起棚に飾り、その裏では、数名の師匠を抱える店が流行し始めた。1892年1893年頃から、名手屋と書いた軒明かりを掲げるようになった。日清戦争後から、日露戦争の頃にかけて、浅草公園5区、公園6区、 浅草専属町に発展し、明治末から大正初期がその前世紀であった。他に、芝のあたごや、新名前、日本橋の暴露町などにあった。明治初期に、東京法兵交渉ができた小石川区でも、さすがやに、交渉で働く行員を相手に、名手野外が形成され、日露戦争頃には、区内一の盛り場と化した。死傷屈だった。 白山の名手屋をモデルに、樋口一葉は、濁り絵を描いた。浅草では、大正年間、館の木標のもとに公然と営業した。明治末期から、取締りが厳重になり、表通りの営業や呼び込みが禁止されたが、裏通りや路地では変わらず女かりの提灯が光る、家々の前で首を白く化粧した女たちが、客引きの呼び込みをしていた。 1917年から1918年、一時、警視庁の撲滅方針によってほとんど、撲滅されたかに見えたが、間もなく、看板を外して営業し、また表向きは増加や、新聞受覧所として営業し、客があれば、他に案内して売春するなどして、1921年頃、再び流星を見た。 1923年9月1日の関東大震災後、浅草地区での警視庁の取り締まりの強化のため、名手屋の本拠は亀戸、玉野井に移った。1945年3月10日、東京大空襲で全て消失。亀戸の名手屋は目抜き通り北側の指定地に移転。玉野井の名手屋は、海正道路沿いの寺島町5丁目、6丁目から、 寺島町七丁目の墨田町寄りに移転。一部は、鳩の町に移転して、戦後の赤線時代を迎える。売春防止法の施行により、1958年3月31日を、最終日に営業を終了、消滅した。鳩の町では、最終日に、ホタルの光を流して、別れを死しんだという。旧店舗は、旅館、商店、飲食店、アパート、 町工場一一般住宅等に転用されて一部減損する東京以外でも、軍港であった横須賀では、明治時代に、市中の至るところに、名手屋が散在したため、1922年に、完成した、当時の最も新しい埋め立て地である、安浦三丁目に、翌1923年に、約80軒の名手屋が集められ、計画的に名手屋街が形成された。 横浜には、梅ヶ江町、賑やか町、久方町、足江町、雲井町など、現在の長者町や羽衣町の裏道、伊勢崎町の神道などに、名手屋が集まり、明治後期で150、160件あり、それぞれに数人の売春婦がいた。ありがとうございます。